女子テニスで元世界ランク5位のウージニー・ブシャール、カナダが4大大会全米オープンで準優勝したジェシカ・ペグラ、米国に対する発言をファンに誤解され反論した。全米オープン決勝でアリーナ・サバレンカ、ベラルーシに敗れたペグラは億万長者のテリー・ペグラ氏の娘として知られている。恵まれた環境を皮肉る声が X、旧ツイッター、e r 上で上がった中、 あるファンが、なぜ裕福な家庭の娘だから嫌われるのか。才能や努力はお金では買えないとペグラを擁護。するとブシャールはこれに答え、全米オープンの決勝はお金では買えないよ、笑と付け加えた。この言葉が一部のファンの間でペグラに対する抽象だと受け取り波紋が広がった。そこでブシャールは、私は彼女を褒めているの。彼女がグランドスラム決勝に進出したのは、 努力や献身ななどのおかげであってお金のおおおかかげげででって金はない全米オープンのドローを金で買うことはできない。彼女は素晴らしいと意図を説明する羽目に、そしてこのアプリから猿は、とうんざりした様子で付け加えた。とんだ災難に巻き込まれたようだ。